はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回 iPhone のね、ミニ文字を使ってやっていこうかなと思います。やりたかったんです。まあもう、正直手だけでも全然良かったんですけどね。やってみたかったということで、お付き合いいただければと思います。はい、ということで今回はですね、こちら。じゃじゃん。はい、ということで、ウマ娘プリティダービーのサードライブの感想になります。とりあえずね、2日間通しのね、配信チケットを買い、自慢させてください。1日目、現地行ってきました。まあ、このご時世でね、どうかなとも思いましたけど、諦めきれず行ってきました。まあ、実際はね、配信見ていただいた方は、わかると思うんですけれども、かなりお客さんも協力的で、曲中は一言も声を出さず、今後のね、新しい発表も声を出さず、レギュレーションを守ってね、まあ、ある種そっちの方が良かったかなっていう気もします。良かったよ、音楽ね、聞いてね、音楽聴きながらみんなこう、一生懸命こう、振ってね、こう、終わった後、きちんと分かる沸き起こる会場ね、良かったです。で、席もね、ほぼ半分以下ぐらいに抑えてましたね。座席は今のね、映画館と同じように一席大きなのでね、何でしょう、ライブでね、隣に知らないオタクがいないっていうのがどれだけ心の余裕を持たせてくれるかっていうとても楽でした。あとはね、そうですね。私2階席だったんですけれど、2階席でね、こう前をこう見ると、ずっと見ると、その一席大きなので、私が舞台を見るまっすぐのところが、全部客がいないんですよね。なので、スーッとまっすぐね、ステージを見ることができて、一番この客席側に寄ってるね、メインステージからこう寄ってきてる、客席側のステージを見ることができてね、とても、良かったです。まあ、難点を言うのであれば、あ、二階席めっちゃ見やすいやん、やったーとか思って、やっと始まるよとか思って、これから会場です、おーし、来いとか思って見せたら、私たちのね、その二階席の段の下の、ね、四角からね、クレーンカメラがウィーンって出てくるわけですよ。思いっきりそのクレーンカメラが、舞台に被るんですよね。おいーっていうね。まあ、仕方ないことじゃあるんですけどね。いやー、心の中で叫びましたよ。やりやがったな、おい、みたいな。まあ、だからね、この舞台の方にね、演者さんがね、私たちの時だと、前田玲奈さん、グラスワンダーが近くに来てくれたんですけどね、思いっきりそれを撮影するためにクレーンが伸びるっていうね、おいーみたいなね。やられたわーっていう感じでした。あとはそうですね、2階席は、個人的には良かったかなと思ってます。今回ね、コロナ対策ということで、完全着座、座っての鑑賞になりますので、で、声も出しちゃいけないということで、座ってアリーナで、段差のないアリーナで、後ろの方の席になったらもう、ちょっと見えないかなっていう気がします。で、2階席だとこう段差になってるんで、後ろに行こうが見えるんですよね、ちゃんと見渡せるので、よかったかなと思ってます。ラッキーだったかなと。思ってます。もうみんな必死で黙ってる。んで、もう、こう、前のトップガンがね、トップガンのね、続編の映画の宣伝隊長になりますみたいなサプライズも、もうみんな、みたいな感じで、もう、っていう感じで耐えてましたね。いやー、だってさ、ウマ娘の発表でトム・クルーズ出てきたらびっくりするでしょ。いや、みたいな。そんな感じでしたね。で、まあ、少なくとも会場内ではだいぶみんなルールを厳密に守ってましたね。後ろにいた、基本的にやっぱ一人で来てる人が多いですね、今回は。やっぱ友達と一緒に行くと、その友達を巻き込む的なところもあるので、1枚しか申し込んでないって人が大半だった印象ですね。もちろん2人組とかで来られてる方もたくさんおられたんですけれど、で、私の後ろに座ってる若い子たちだったかな、もう、2人組だったんですけども、座って、まあ一応多少はね、会話はされてましたけど、まあできるだけ会話しないでくださいっていうのもアナウンスであって、で、
できるだけ声を出さないようにしようと。本当に今はつまみ出される、つまみ出される方が俺は嫌だって言って、おられましたね。なので多くの方はレギュレーションをしっかり守られてたと思います。もちろんね、なんじゃお前みたいなやつもいましたよ、いましたよ。でもあの人数でパーセンテージ的で言うと低い方かなと思います。少なくとも今話題の愛知のヒップホップみたいにはなってないです。もう本当に楽しかったかなという思い出ですね。でまあライブイベントもねすごく楽しかったです。1日目はゲームがメインでしたね、キャスト的にも。で2日目が、アニメメインの、セトリになってました。いやもうね泣くもうほんとね3年ぶりとか言ったから、セカンドライブも行きましたけど3年ぶりでね。でその後も、サイゲームスイベントで年末見て、もう何年か覚えてないや。で、その後ラジオの購録かなんかで見たのが最後でしたね。マチカネ福来たるとかね、あのゴールドシティ役のゴールドシティとかね来てました。いやだってそれがサートゥ、確かサートゥルナーリアがサツキ賞を取った年ですよ時ですよ、もう本当に何年前だよ、もう引退したよサートルみたいな。いやだってもう本当にそのラジオ購録の時は、あの一応こう毎回ね、あのゲームのリリースされる前だったのにゲームの進捗情報のお知らせですって言うと、一応オタクたちは一応おーとか言ってこう盛り上げるじゃないですか。なその脇あずみさんがみんなの期待怖いっていうね、そのお客さんの反応に怯えるぐらいやっぱり先延ばしを続けてたものだったので、それがもうついにリリースされ、なんでしょうね、かなりのね、あの売り上げを伸ばし、自信を持って脇あずみさんがみんなの前に立てているっていうのは見てて感動しましたね。ここまで来たかスペシャルウィークみたいな。いやね、最初に知った時お前こんなどこの骨馬の骨ともわからない役者がスペシャルウィークやんのかと思いましたけど、成長してましたね。っていうかあのゲームリリースが時間かかりすぎて、その間に各役者さんたちがねかなりの成長を遂げてしまってる感はありましたね。キングヘイローも佐伯さんもね、私の好きな、処刑少女のバージンロードの来年のアニメ主役ですよね、やってますし、で見本のブルボン役の長谷川さんでしたっけ、もう86のヒロインやってますよね。いやーみんなどんどん成長してるよみたいな早くどんどん新しい役者さん入れないと、なんかもうゲーム出すまでの間にメインの人たちもうなんかシニア系とかコバ先生に上がってますよみたいなそんな感じはしましたね。でも各役者さんのこれまでの本当に積み重ねてきた思いがね、確認できたいいライブだったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回は、ウマ娘プリティダービーの、サードライブの感想になります。